さあやってまいりました。今度はハードミッション9、かなり難しくなっています。あ、まあこれはハードの説明ですね。もう脳みそが疲れてきたか。ここはまあ怪物と書いてあるんで、おそらくアリクモそういったところが来るとこでしょう。さっき手に入れたこれレーザーサイド出っ放しなんですけど走ってる時もレーザーサイド出てるんだね。これどうやって狙うんだ。あ、こうか。あー、なるほどね。あっと、斜めに刺さった。雲だ。だが落ち着いてそんなに量がいなければビビることはねえ。っていうか、おい、さっき誰か隊員が俺をもっと安全なところに連れてってやると言わなかったか。あれは嘘だったのか。いかん、市民を助けろ。まあ、市民を助けたところでボーナスはないが。これ、この火だったらね、あそこに火ついて燃やすことができるからね、ダメージをフルで稼ぐことができる。さっきの私とは違うんですよ。いいよいいよ、世の中は豪華にまみれるんだ。もう 火はつくし、雲はいるし、銃で、あぶねえ、すぐ引火する。壊れないね、あれ、火だと。なんでだ、そういう耐性があるのか。燃えろ燃えろ。だがしかし硬いな。これでいけるか。硬いな。雨だ。あ、雨大丈夫か。ナパームは大丈夫か。押し切れ。まだだ、まだ我々のターンだ。硬いな。よーし、アイテムが大量に。びっくりした、今でっけえ雲が落ちてきたのかと思ったぞ。落ち着いて、まだ決して難しいことじゃない。市民が逃げてくる、奴らの逃げてくるとは反対方向に敵がいるが、また落ちてきたか。市民がいる間は雲は近くこっちを追いしょうがない。なるべくこの間に猛攻をあれにぶつけるんだ。そろそろか。市民がいなくなったら一斉にこっちを向くからな。ダイを助けるためにショーの犠牲は致し方なし。燃えろ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 、ゴミどもが。いいよー。で、ちゃんとあそこにも攻撃しとかないとね。あそこに攻撃しとかないと、後で積むからね。ああ、並びますね、並びますね。強い強い強い。手に入れといてよかった、このナパーム。運が良かったと言わざるを得ない。ああ、強い。しかも斜めってるから当てやすい。最高ですね。なんで雲のは斜めっちゃうんですかね。雲が重いんですかね。跳ねて跳ね回ってるんですかね、中でね。今助けてあげますよ。 EDF のイカれた小助です。覚えといてください。糸の玉がこっちを向く前に減らせ。よし、いいぞ。くぅ、出てくんの早いな。足止め感覚で火をつけて奴らを倒す。
いいね、いいよ。炎の壁だ。お前ら同胞の遺体もまた危ない。押されるな。押されたらアウトだぞ。さあ、聞いてないぞ、聞いてないぞ。前に進めないからアイテムも取れない。味方はどうした。ああまずい。え、お、マジか。ちょっと待って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 、あのアイテムがあるところまで一旦引こう。急いで急いで、回復アイテム回復アイテム。まずい、奴らあのまま戦力を増強するんだろうか。あー、これ引いて大丈夫か。なんかすげー増えてないか後ろで。どうする。もう奴らは来てしまってるから、奴らやるしかない。むしろ2匹だけだ、2匹。いや、さ、いや、いっぱい来てんな。あー、これはどうしよう。回り込むか。でも回復アイテムが欲しい。今回はそういえば糸は建物を貫通してくるのか。くそー、あー、うまい。後ろにいる。あー、これやべー。ちょっと待って、初の敗北喫しちゃったな。おい、とうとう最初の敗北を喫してしまった。これは考えなければいけない。バラドルナパームは外すことはできない。そして近距離での戦闘が非常に厳しいものになるかもしれないが、ゴリアス D1 により大量破壊を狙う位置以外ない。そしてリキッドアーマー、足が遅くなることを防ぐという雲のためにあるような装備だ。さあ、滅びの、なんだ、くさび？速攻で降りてきやがる。ここだ。ここで、一発撃っておけるか否か。そこよ。ゴリアスの回転率は悪くない。できることなら、こいつを一瞬で破壊できれば、一番いいが、さあ、果たして何発だ？何発か。覚えておくべきではないのか？ 5、6、7、市民を犠牲にして数えていく。8、うわ、これは9、これは10発、覚えておけ、10発だ。ロケットランチャーのいいところとして、両点として距離が非常に長い、射程距離がね。それはちょっと、あ、ごめん、人民が燃えている。すいません、この白いのは全部市民だからな。まだまだ大丈夫、まだ落ち着け、まだそんなに慌てる時じゃない。接戦を制したのはこのタコスケだったようだ。次、どれ、あれだ、どこだ、そうだ、飛んでるんだ、ここから、気をつけろ、ここから10発だ、1、いや、もしかしたらでも、2、3、押さえてくれ、4、5、半分、6は届くか、6、7、あー邪魔、8、あー外れたか、くそ、9、すげー数だ、10、届いた、爆発しないな、当たってる、よし、
あぶねえ。だ、そしてその人民が人がいるところに俺は自分の身の可愛さのあまりにぶち込んでしまう。よし、これぞ地球防衛軍だ。我々が守るのは地球、市民、そして町だ。まだ来るか。いいぞゴリアスで、このゴリアテがあればゴリゴリいける。よーし、勝ったな。武器の回収忘れるな。この先同じようにこういった武器がないことが命取りになる。安心してください市民の皆さん、安全は我々が責任を持ってお助けいたす。あっ、まだ何、嘘だ。ビロコゼ、あー、まずい。これも壊しとけ。線を作れ。味方は？クソ、ビルが多い。見えるか？まだ見えない。どこに落ちたの？あれだ、思ったより近いぞ。1 2 3、こいつだけはさっさかやれ。4 5 6 7、いいよいいよ。8 9、見えた。だが、まだか。よし、まずい、来てる。特もう一本は、え、違うな。あと何本あるんだ。 EDF 総司令部に無数の人々が詰めかけています。大混乱です。報道関係者ばかりではなく一般市民まで集まり始めました。ま、発表を疑い抗議する者、対策を問いただす者、保護を求める者、そんなこと言ってる場合じゃねえんだ。消し止め、痛え、届く、ガズが接近されたらおしまいなんだ。まずい、くそ、こんな数どうしたら言ってんだよ。後ろが、まずい、とにかく、とにかく減らせ。あー、よーし、足を止めろ。消し止め、
今来た道を戻れるため戻るよ戻れる程度の。危ない。あと一匹。どこだ。その裏か。どこだ。この先にあるはずなんだ。とにかく回復。クソ野郎。そこだ。ダメだ、アイテム回収に行けない。近場の回復アイテムです。どうし、クソ来て。どこだ。一体敵の基地はどこなんだ。クソ。どこだ。あの裏か。まずい、ダメージが危ない。やばい、当たって、なんか敵が増えてる。やばい。左に回避、左にアイテムがある。左に回避だ。くそー、やらせるか。回復アイテム、よし。取って、よし。まずい。てめえ死体のふりか。味方の血を浴びて死体のふりとは最低野郎だ。よっしゃー、よし。だがくそ見えん。ダメだ、少しでも多くの町を破壊するんだ。一発で破壊できねえんだ。おー、あー来てたー。やべえ。だがここには物資がある。物資がある。少量の敵だったらなんとかなる。まずくそ、左に、左だ。体力が上々。自利品です。うわ、引くな。引いたら自利品では終わらないぞ。焦るな、焦るな、無駄弾を撃つな。よし、押し返した。幻のように近づくと消えるときは遠くで眺めてるだけなら。よし、この先、ここだ、このライン上にいる。この手につかみたいものがあるから、容器についで進むだけ。深い闇に包まれ、くそ、当たらん。あ、見えた。邪魔をしやがれ。まず一発。大丈夫だ、回復アイテムがある。そして二発。もう一発いけるか。はい、三発。糸を吐かせるな。4発、5発。うし、なかった。人は何かを新しく始めること。クマタをくぐるだった。何歳でも遅すぎることはない。6発。当たってるか。問題はそこだ。これは通るか。この量だったらこっちか。壁を作れ。ビビるな。噛むタイプのアリに比べたら
着信は免れるはずだ。届いてたこれ。これ。風が多いか。いやこれぐらいは捌けるはずだ。ああ召喚してやがる。だがもう何発今当たったか。やったやった。だがこっからだ。こっから少量だが持久戦。こいつらまとめてくらえば即死だからな。気をつけろ。だが押していけ。そして次のためにアイテムを取らなければいけないのがこの縛りよ。俺を安全な場所に、俺がお前たちを安全な場所に連れてってやるぜ。ああアイテムあるか。ああ、あれ取りたい。トマトのすぐで。ああ、やったぜ。ふう、やったー、クリアできたー。途中無理かと思ったー。いやー、一回しか負けてねえけどさ。でもちょっとまだ続くからな。次は10。山岳地帯のようだ。初の山岳戦、果たしてどうなることか。では次回。